今日は、ハイビーダイレクトレビューということで、ハイビーの2024年夏号の取材で、テストいたしましたエバーソロというネットワークプレイヤーの取材で藤田亮介先生にハイビー視聴室にお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずこのエバーソロというあのブランドの製品が、ほぼ日本初上陸ということなので、まず簡単に、はい、まず会社あの製品の話の前に会社のちょっと情報をご説明させていただければと思います。はい、あまり細かい情報はまだなんか入ってきてないんですけど、中国の工場を自社工場を持つブランドで、ハイエンドのこういったオーディオプレイヤーと業務用あるいは映像用の機器を手掛けているメーカーということ。あの2017年に創業、中国の深圳で創業したというふうに聞いております。うん、はい、でブランドとしてはあの会社としてはあのジドゥという会社に属するメーカーらしいんですけれども、そのジドゥという会社のジドゥというブランドとこの今回の取材したエバーソロ、この2つのブランドを用意しているということだそうです。なんか従業員が約100名で、その4割がエンジニアということで、まあ、非常に技術志向の、ね、強い会社ということですね。はい、ということで今日はこの新製品、DMP の A8 という製品を、取材いたしました。これについてちょっと藤田先生、はい、あの製品のまあ、大まかな概要をご説明いただきましょう。はい、あの基本的にはあのオーディオの、まあ、高級ネットワークプレイヤーという位置づけなんですけども、単にNASの再生に加えてですね、あのストリーミング、多彩な音楽ストリーミングサービスが、まあ、対応したり、あるいはこんなふうにメモリーを入れてそこで、まあ、リッピングをしてそこから再生したりと、いろんな機能を入っていて、あのこの丸いやつ、あのボリュームとしてあの使えると。で専用アプリもありまして、非常にスマートな形で多機能なネットワークプレイヤーというふうに言えると思います。はい、まず、特徴としてはあの非常にこう今回、まあ、藤原先生今簡単に概要をご説明いただきました。はい、非常に多機能でしたよね。そうですね、あのね、まあ、本体アプリの操作性とか、まあ、その機能性もすごく優れているんですけど、それに加えて、なかなかこういう機械であのサポートしてない Apple Music を、うん、あの単品のコンポーネントとして再生できる、あるいはあの Spotify Connect とかあの Tidal Connect、 そういったあの純正のアプリに対する対応ということが、なされてますんで、なかなかそういった面では数少ない。そうですね、あんまりないですよね。そういう Apple Music まで、うん、そのきちんとハイレゾが再生できる、AirPlay で再生できるっていうのは、まあ、非常に多くの製品が多いんですけど、あの Apple Music のハイレゾを、まあ、192kHz、まあ、そういうスペックで配信してますけれども、うん、それがきちんと再生できるプレイヤーっていうのは、そうですね、まあ、僕が知る限り初めてなんじゃないのかなっていうぐらいの非常にあの軽有な製品。うん、Apple Music がなかなか Hi-Fi オーディオとの連携がうまくいってないっていうのがありますから。そうですよね。あの今のところ日本でサービスは、まあ、正式には Amazon と Apple Music だけがハイレゾだけって言っていいのかな。まあ、そうですね。ほぼ実質的に。あの今度サポートあのスタートするのが Cobuzz というサービスがありますけど、ね、今足元では、うん、あの今日3月の、月末の下旬の、取材なんですけれども、今の足元では Amazon Music と Apple Music、 その2つがやってます。そうですね、まあ、あの Amazon は日本メーカーを中心にサポートしている機器もあるんですけども、 Apple Music にしてはついては単品では再生できないのがほとんどで、 AirPlay を介して、まあ、あの AC になるんですかね、あの時は。まあ、ちょっといろいろあるみたいなんですけど、まあ、あの AirPlay を介して再生ということになると。ちょっと整理して話すと、この機械としてはあのまず本体の、まあ、画面がここにあるんですけれども、ここが、6インチの液晶のタッチパネル式の、ディスプレイになるんですけど、ここでいろんな操作、あのミュージック音楽ストリーミングサービスやあのローカルのファイルの再生、ナスの再生等を含めて、あと設定も全てできるという形になってます。でそこでできるのが、今話に上がった Amazon Music のハイレゾの対応、タイダル、
等々、まあ、コバズもあの日本でサービスにすればできるということですね。でそれがあのアプリでも、うん、ちょっと今ここ iPad のアプリがあるんですけれども、まあ、こういうアプリがあってここの音楽サービスというところで出てくるのかな、まあ、例えば Amazon Music って押すと Amazon Music の画面が出てきたりすると、ここで、まあ、ちょっと適当に再生させてもらうとここの画面も変わったんですかね、うん、まあちょっとこのアプリの連携、まあ、このアプリも非常にレスポンスもよく、そうですね、あとメニューもよく考えられていて使いやすかった。こういうね、あの新しい機械っていうのはなかなか初め触ると動きがちょっとぎこちなかったり、うん、ノイズが入ったりもすることが結構あるんですけども、特にあのサンプリングレートが変わったりする時とか、そうですね、そういう時はカチャッとなんかノイズが出たりすることはあるんですけど、このモデルについてはそういったなんかあの違和感というか問題点ほとんどなかったですね。一切なかった、うんうん、非常にこうよくできた、うん、あのネットワークプレイヤー、あのサービスの対応ですとかいろいろな意味であのハードルの高いような製品ジャンルだと思うんですけれども、うん、やっぱり一番重要なのがそのアプリといいますか使い勝手の部分だと思うんですけど、うん、そうですね、この部分あのなかなか快適さっていうのが、うん、あのまあ、紙面ではちょっと伝えづらい部分であるんですけれども、うん、実はそこがネットワークプレイヤーの重要な使いどころになると思うんですけど、どんなにね音が良くても使い勝手が悪くてはそのあのネットワークプレイヤーとしての魅力って半減しちゃいましたよね、うん、安心して楽しめないし、うん、場合によって曲の切り替えでノイズが出たりとか、うん、そうすると、まあ、大事なオーディオ機器に、まあ、場合によっては機械にトラブルを起こす原因にもなりかねませんし、そういった問題が、まあ、今日のテストでほとんど、まあ、全くと言ってもなかったという、ね、うん、まあ、非常によくできた使い完成度高いですね、なんかこなれた使い勝手が実現できている、うん、ね、非常にこう、はい、まあ、よくできた、そう感心しましたね、としか言いようがない素晴らしいあの、うん、フィーリングでした。 Apple Music だけはちょっとあの他のサービスとは違う使い勝手ってことになるんですよね。そうですね、ちょっとこれもややこしいんですけれども、あのネットワークプレイヤーの、まあ、これ実は Android の OS ベースで動いているというふうに聞いている、まあ、ちょっとそんなハードウェアなんですけれども Android ベースで動いている中で Amazon Music ですとか、まあ、Tidal、Cobuz、うん、等々は、うん、まあ、ここ比較的オーディオ機器との連携が、まあ、実現できているっていうようなものですから、うんうん、まあ、それはアプリもこう本体の操作、まあ、本体アプリでできるんですね。で先ほど話にありました Spotify ですとか、うんうん、まあまあ、日本ではまだサービス始まってないんですけど Tidal、うん、それは Spotify とか Tidal のアプリでこの機械が、まあ、サービスが Spotify、Tidal が提供しているアプリ でそこにこの機械が入って選べばそこで操作できるということなんですね。で直接そのスマホ経由ではなくて、うん、この機械あのエバーソロが直接そのスポティファイなり、タイダルのサーバーを読み入れて、うん、まあ、ちょっと大きくその2つの再生の仕方があるんですけど、アップルミュージックに関してはちょっとこれだけ違う特殊な扱いになってるんですね。でこれはあの、まあ、なぜかというとアップルミュージック、まあ、ちょっとこれ憶測でしか言えないんですけれども、アップルミュージックがあのオーディオ機器に入ってない理由っていうのがアプリの提供をアップルがハードウェアメーカーにしてないっていうことがあるようなんですけれども、これ先ほど申し上げたとおり Android のアプリで動いてますんで、 Android のアプリの Apple Music を動かすというイメージで Apple Music のファイルズ再生がエバーソルで実現してる。じゃあまああのよく携帯プレイヤーとかでアプリ、そういうところで Apple Music 楽しめるっていうのが、まあ言ってみればそれが機能が入ってるってことですね。となるとアプリでは動かなくなるので、うんうんうん、この本体の操作画面で基本的に動かすという、うん、そういうスタイルになります、うん、先ほどもあのちょっと出して試してみましたけど、やっぱ携帯のあの画面がそのまま出てくるような、ちょっと触ってみますとイメージですよね。あのここにあのタッチパネル式の画面があるんですけども、うん、ここでホーム家のマークがあるので触りますとこういうメニューが出てきます。あの右左から音楽、うん、まあ、ちょっとこれ日本語がおかしいんですけど使える、まあ、これサービスっていうことだと思うんですけど、うん、ファイルソース設定等々あるんですけども、その中で Apple Music のアイコンがあります。これをタッチすると
イメージはこの画面の中で Apple Music が再生できるという形になりますので、うん、これを選ぶというような、まあ何でもいいんですけど、例えばこのクラシックを押しますと、そうすると ここがまるでスマホの画面のような扱いになるんですね、うん、でまあ何でもいいんですけれども、こう再生タッチして押すと再生が始まりますということで、今ここに再生している曲が出るという流れになると、うん、で、ちょっとこれややこしいんですけど、要はここの画面で再生する、ここにスマホがあってこれ再生しているようなイメージなんですが、こうすると要は必ず本体で操作しなければいけないっていうことになりますよね、はい、そうですね、まあ、それも不便だろうというふうにおそらく考えたんだと思うんですけれども、うん、なんとこのエバーソロアプリが、エバーソロコネコントロールっていうアプリがあるんですけれども、はいはい、その中にこの画面をそのままミラーリングでここに表示して操作できるっていう機能が、表示して、しかもこちらで操作すると連動、本体が連動して同じ画面が出るっていうイメージですねこれもなかなか分かりづらいんですけど、例えばこう曲を切り替えると、うん、ここが切り替わると、うん、当然こっちからもできるわけですね、そうですね、ここで例えば、うん、まあ何でもいいんですが、ちょうど同じように切り替わってると思います、うんうん、まあ、こうしてそうですね、すると同じ画面が出てくると、うん、そうすると同じ画面が出てくる、まあ、ちょっとこんな仕組みで動かしていると、うん、もう非常にこのよく考えているというか、これなんかミラーリングなんでね、あのちょっと他の、ね、あの動きがどうかなと思うんだけども、結構あの曲を飛ばしたり戻したりするのは結構スムーズ で、ね、ノイズも出ないし、画面の表示少し、そうだね、そのスクロール のアプリよりはちょっと違うって、うん、動きがちょっと緩慢な感じがしましたけど、まあ、操作性についてはほとんど問題ないですね、ま、ですね、うん、というわけで、あの音楽、ストリーミングサービス、いろいろなあのサービスでサービスを対応してるっていう機会なんですけど、うん、今日はちょっといろいろ聞き比べたという形になります、はい、機能についてこれちょっと後ろ、あ、そうですね、ちょっと見てもらって、ちょっとその音質の話の前に機能の話を、じゃあリアパネルをちょっと見ていただきたいんですが、これが出力系のアナログのアウトプットですね。あ、そうですね、アナログはアンバラバランス2系統、アンバラの方はもう削り出しの、まあ、よく高級オーディオ機器で見るようなあの端子がしっかりついてると。でこれ入力もあるんですけども、そうですね、アナログの入力もあります。これはもうプリアンプとして使える端子で、ここからアナログを入力したらここのボリュームを、前面のボリュームを使って音量コントロールできると。アンバランスとバランスが、これも2系統ありますね。でデジタルのインですね。あ、デジタルインもあるんですね。そうですね、同軸が2系統、光デジタルが2系統、あの HDMI の ARC が1系統、あと USB の Type B、これはじゃ あのテレビからの音声を、そうですね、リターンチャンネルを再生するっていうイメージです、ね、じゃあ映像系の、まあ、いろんなサービスをここ で、まあ、イメージとしてはこのエバーソロの A8 をステレオのオーディオシステムにプレイヤーとして組み込んでると、うん、それに真ん中にテレビがある場合にテレビの HDMI の ARC をつないで、じゃあ BD とかテレビつないでた場合はそこからも HDMI の ARC で戻すみたいなイメージですね。はい、でデジタルアウト、これはだからネットワークトランスポートして使う場合の、要するにちょっと違うダックを使いたいと、ね、なるほど、その場合に、これ使うと、同軸のデジタルアウトと光のデジタルアウト、はい、HDMI 端子を使った I2S という、まあ、一部の高級オーディオ機器で使われている、うん、あのデジタルデータをそのまま出力するという端子ですね。で USB、 あと USB のタイプ、A の3.0 ですね、うん、それが2系統。これはあれですね、あの CD ドライブをつないで、ね、リッピングもそのままできるという、これが基本的に大変機能が豊富でこれ、結構驚きますよね。ちょっとややこしいんですけれども、はい、あの後ろにですね、そここにちょっと分かりづらいんですけど、うん、あ、メモリーの、あの SSD SSD のカードのホルダーがありまして、ここに今 SSD、はい、ここネジ外して専用の、まあ、PS5 とかで使われている最新の SSD が、うん、そのまま最大 4TB、はい、4TB もういっぱい入りますね、はい、はい、
これが今ちょうど内蔵されてる状態 で、さっきね CD リブン試したこれはなんかなんとね CD 再生もそのままできるんですけどCD ドライブをこの USB につなげて外部、はいはい、でこれで、アプリから操作するとそのまま CD 再生もできるんですがダイレクト再生それをまたリッピングもできるとフラッグもしくはワブです、うん、このね音がなかなか立派だからなかなか CD ドライブ再生できるものもありますけどねなかなかまだ少ないですよねそこまで使い勝手が、はい、ちょっと今機能の説明でかなり、はい、言ったんですけどもオーディオ的な特徴をちょっとご説明していただけますでしょうか、うん、はいはい、わかりました。オーディオ的にもなかなか凝った設計で、まあ、電源が、まあ、アナログ出力用のアナログ電源トライダルですね、あオーディオねリニア電源リニア電源があってでトロイドロトランスを使ってるということです、はい、でシステムとしては高効率のスイッチング電源を使ってると、ね、2系統に分けて持ってるわけですね。で DAC が旭化成エレクトニクスの最高峰の DAC チップが使ってると。そうですね、4499EX と4191の EQ というデュアル構成、はい、まあなかなかこのクラスではなか使用例があんまないもうちょっと上のそうですね、旭化成エレクトロニクス、まあ、ちょっと火事とかがあって、うん、なかなか採用控えてることが多いんですけれども、はいはい、まあ最近アステル&ケルンとか、うん、そういう高級プレイヤーでこの最高峰のダック使われてるのが始まりましたありますけど貴重ですよね、これも同じような、はい、これもなかなか立派な音が立派ですしました、ね、まあ、ちょっとその話は後で、はい、であとクロックもクロックそうですね、クロックも44.1 の CD 系のクロックと48のストリーミングへのクロック、はい、両方持ってますんで、CD 再生時に48に変換してちょっとなんかニュアンスが違うねとかそういう問題もないな、ね、というフェムトクロックっていう高精度なクロックが入ってるというふうに聞いてます、はい、で、アナログの音声回路はフルバランスの回路が積まれているということでしたね、はい、でボリュームは R2R というラダー型の最近少し話題になってるんですかね、うん、そういう高性能なやつが入ってます。なんかリレーが切り替わるような操作じゃないカチャカチャ音をするんですけど、まあなかなかやっぱり単なる電子ボリュームとは違う人は違う。そうですね。で今日はまあ、ハイビ視聴室のモニターオーディオのスピーカーと、うん、デノンのプレミアアンプで、うん、基本的にこれを聞いたんですけれども、はい、本質的にはいかがでしたか。詳しくはまあ本誌でしっかり説明しようと思うんですが、まあ、ネットワークプレイヤーとしてこの値段からするとちょっとこんな音出るのっていうぐらい の、 結構レンジの広いいい意味で驚くようなちょっと驚くような本当に表現力ハイファイ度が高いっていうんですか。まあいろんな評価の仕方あると思うんですが、基本的な SN 感だとか、うん、ダイナミックレンジとかオーディオ機器という基本性能がまあ、まあ、大事ですよね。相当そこがねすごいレベルが高いですね。だからその上となるともう何百万の世界ってのあるんですけども、その辺はもう好みだったり非常にテイスト自分の肌に合うとかいう話になると思うんですが、このモデルはもうその基本レベルを非常に高いレベルでクリアしていますんで、もう安心して使えるというか、でこれをいろんな、まあ、機器と組み合わせるとその情報量がまあ基本的にあって SN もいいので、いろんな、まあ、表現引き出せるかなっていう、うん、まあそういう可能性すごく感じましたね。やっぱ基本的なオーディオ的な性能が高いっていうのと、うん、あとスペック的にはもうほぼ全部できる、うん、DSD も 11.2 の対応ですし、タイダルのフラッグ対応、ね、もできてますし、そうです、ね、MQA もできるんですね、うん、もう要はもう来るもんを困らずで最高性能で全部出すっていうイメージの、うん、でアナログボリュームを使った可変音量の時も、うん、まあ、デノンの場合エクストラプリっていう入力があって、うん、そこでアナログボリュームの能力も試したんですけど、はいはい、まあ、これもなかなかな、まあそう十分ハイファイのコンポーネントとして実用になるレベルでしたね、うん、いや非常にちょっと驚きのこの作りでね、この機能性で、うん、このクオリティで、まあ、この値段33万税込みっていうことですけど、今までなかなかこういうモデルって
ちょっとなかった感じがしますね。うん、そう思いますね。だから本当にこれ一台でアクティブのちょっといいスピーカーと組み合わせれば本当にしっかり結構いいオーディオシステムが組めちゃうという、あのもう今風のスマートで非常に再生能力の高いシステムが、うん、もうスピーカーとこのモデルだけで組めちゃう、そういう可能性もありますよね。そうですね、うん、まああとアプリの使い勝手もよくこなれててよくできてるし、ね、まあここにストレージがあるってことはサーバーじゃないんですけど、うん、ミュージックプレイヤー機能も音源も含めて入っちゃうっていうので、うん、そうですね、まあもうなんか結構あのストリーミングサービス、音楽ストリーミングサービスメインであの聞くことが多いので、で好きな CD はここに収めてしまえばもうこれ1台で結構レベルの高い音楽再生が楽しめるっていうことになりますよね。まあ、4TB の SSD ってちょっと値段よく分かってないんですけど、まあ、単体のサーバーで買うよりも、うん、まあ、部品として買った方が断然安いので、うん、それが一体化して、うん、あの動作もスムーズ、音もかなり、そうですね、ことを考えて、いやこんな本当に結構驚きますね。まあちょっとあと筐体の出来とかあの、物としての質感も質感が高いですよね、なかなかいいですよね。安っぽいまで全くしないですね。だから、まあ、一般的に33万というのは決してあの安いものじゃないんだけど、その仕上がりとか内容を考えると、あちょっとこのなんていうのお値打ち感っていうのはね、ものすごいですね。すごくそう思いました。音もね、うん、いいですね。ちょっと今日は HDMI の ARC ですとか外部入力とかそこまではちょっとたどり着けなかったんですけれども、うん、まあ、そういった機能も含めると相当なお値打ち感がある、ね、あとまあシステムの中で入れてみてとかね、うん、まあ、いろんな楽しみは、まあ、本当に基礎体力があるからいろんな可能性がありますよね。ということで、はい、まあ、かなりじっくりと取材をいたしましたけれども、その詳細はハイビーの2024年夏号6月17日発売の号で詳しく掲載させていただきますので、どうぞお楽しみにしておいてください。今日はどうもありがとうございました。はい、どうもさよなら。